ね。いやメッシはコージ君が自分のこのシュートのスピードについてきたということに驚いてるんですね。これ確かにものすごいシュートでした。はい、さあこの世界最高、左足から放たれたシュートはゴールの右隅へ。なんとこれカメラがシュートのスピードに追いつかない。いやすごいですよ。何キロ出てるんですかね。速いシュートなのにしっかりと抑えを効かせましたし、これはポストに当たっているんですね。ポストか、わずかにポストという弾丸シュートでした。当たったボールが弾け飛ぶ恐るべしこのシュートスピード、なんと126キロが出ました。さあ2球目、続けてポストに嫌われました。もうちょい下やったら入ってたわ。メッシ得意のスピードボール、今度は左のポストに直撃しました。いやーあとボール半個分ですよ。ギリギリです。はい、何センチ。さあそしてこのボール計測出ました、132キロ。日本代表の選手と比べてももうズバ抜けています。ここが違うんですか。いやメッシは特別ですね。この日見てください。メッシは蹴った後飛び跳ねるように前に移動してますよね。これ軸足を浮かせることで体を前へ送り出して、通常よりもボールに体重を乗せてスピードを出しているんですよ。なるほど、コントロール重視の中村俊輔選手なんかとはだいぶ違いますね。あ、そうですね。
決の緊張感から解き放たれてこの表情ですよ。メッシ喜び大爆発です。史上初です。コージ君から2球連続成功を奪いました。ということでメッシ VS ロゴキーパーコージ君 PK 対決、史上初の2球連続成功を成し遂げたメッシ選手の完全勝利となりました。